今年佐賀県で開催される国民スポーツ大会を盛り上げようというイベントが今日佐賀市で開かれました。佐賀駅前には今日芝生やバスケットゴールが設置され、子どもたちがラグビーやバスケットボールを楽しみました。佐賀県は今年国体から名前を変えた国スポ・全勝スポの開催地となっていることから、大会への機運を高めようと宮殿グループがこのイベントを開きました。ラグビーの体験コーナーでは宮殿ボルテクスの選手が指導にあたり、子どもたちがタックルをしたり選手に支えられ、およそ3メートルの高さでボールをキャッチするなどして心地よい汗を流していました。